カツオドリ目は長考に分類される目。多くは沿岸性の海鳥である。ヒナは半板生成、中層性である。シユ友は同色。ほとんどは全木足である。つまり、四本の跡べてが水かきでつながっている。この特徴から伝統的なペリカン目は全木メステガノポズとも呼ばれた。ただし、軍艦ドリカは跡の間に、 切れ込みがあり第四子が前後に稼働する、血前木足である。本目を構成するとがは、以前はペリカン目に分類されていた。2008年に発表された、核 DNA の分子系統解析では、ペリカン化が、下記に挙げた旧ペリカン目の高ではなく、詐欺化や種目取り化、時化、ハシビロコ効果に禁煙という解析結果が得られた。以下の分類は、IOC ワールドバードリストに従う。 カツオドリメのうち軍艦ドリカと他の参加が姉妹軍であり、従来から別に分類されることがあった。伝統的な分類では、軍艦ドリカは、軍艦ドリア目フレイガーティ、他の参加は、カツオドリア目サリー、またはペリカンカとともに、ペリカンア目ペリコニーに分類されることがあった。シブリー分類では、軍艦ドリカは、コウノトリコ目、他の参加は、 カツオドリコモクだった。ありがとうございます。